仙台に6丁の目農園という、ビュッフェレストラン形式で、まあ、いわゆる障害者就労継続支援 A 型事業所、まあ、そういったレストランがあるということを紹介されまして、で、まあ、そこを、まあ見に行って、で、まあ、これは素晴らしいなと。自分の弟がちょっと重度の障害を持ってます。たまたまこの募集を見つけた時に A 型事業所という部分を拝見させてもらって、なんか自分にもお力になれるところがあるかなというようなのがきっかけですね。全部下まで行かずに、真ん中ぐらい。お料理の経験はあったの？自分ここだけです。ここで初めて？はい。専門学校には1年ぐらい行ったことあるので、大体ですね、はい。今はサラダの盛り付けを。サラダ、はい、私ずっとピザ担当で8年になります。もう最初から私いますので、ずっとピザです。多い時土日とかだと約20枚ぐらい毎日、ずっともう焼きっぱなしですね。今ご飯ができてるでしょ。あれちょっと見てみて、何が入ってる。長いですか。長いです。最初からです。最初からこのオープンのリタが、はい、そうです。いろんなこと、はい、関わってきて、本当にお勉強させていただいてますね。料理だけじゃなくてね、最初の方からいます。お店、そうですね。そうです。人はいいと思います。はい。お客さん親切ですね。はい。素敵な人が多いです。普段はどんな仕事してるんですか？普段洗い場でしてますね。洗い場。はい。洗い場何年ぐらい？何年か。ここオープンして、その年の6月から。いや、もう長いですね。そうですね。
料理が好きで、やっぱり自分が作った料理を食べてもらって、お客さんがそれで美味しいって言って喜んでもらえるところがすごいいいなと思って。平野さんも料理の経験あるんですか？はい、一般の学校で料理を、はい、何も、バンバンジー、はい、皆さんバンバンジーは楽しみにしてます。バンバンジー今持ってますけど、はい、そうですね、もう至る所から料理長、料理長と言われるので、何を自分がしてるかもわからんことになってしまうぐらい、もう正直疲れますそれぐらいは皆さんが純粋な方々が多いので、一個一個説明していくっていう部分もそうなんですが、理解するまで教えていくというのがやっぱり一番皆さんにとっても大切な部分だと私は理解してるんで、どちらかというと今まで社会との接点というのがあまり持てない生活をしておくということだと思うんですけれども、仕事を通じて接客をする、それから自分の作った料理がお客様に美味しいと言って喜ばれる、やっぱりそういったことをこう日々経験していくことによって、なんか生きがいを感じたりだとか、意識がもっともっと変わったというか、それがやっぱりもっともっと仕事をうまくできるようにしよう、頑張んないといけないという、それがすごくいい循環になって、成長につながっているということで、真剣なんで、とにかく彼ら彼女らは、はい、おはようございます。おはようございます。今日はこちらは福岡市、福岡市は、8カ所あったんですけれども、行ってた件数では BS 吉本の生中継がございまして、14時まで45分間で、そこでどうするべきかというのはもう当たり前のことですけど、手洗いとうがい、ここはね、本当に徹底していただきたい。食事するときマスク外すよね。そしたら黙ってない。やっぱり汚れてるんですよ。私正直かけてた、私ね、シートが出せないけど、ホテルでもあるんですけど、一番最初に例えば電話の予約がするというお話があったんだけれども、出し並みは個人の好き嫌いではなく、お客様の目にどのように映るかに基準を置きます。失礼します。今やってるスタイルといいます
ってます。で、皆さんに今やってほしいということを ある程度伝えておきます。床下60センチ未満には食材を置いちゃダメなんですね。自分がこれをしなきゃいけないなっていう意識に変わるとすればそれで、新しいスタイルをやり始めて、正直思った以上に苦戦しているということが、現実です。やっぱ8月までにはちゃんとしたスタイルをね、確立させたいということも事実です。あくまでも私は指導員であってあなたたちがメインです。だからあなたたちが僕がいなくてもできるようなスタイルをやっぱ作らなきゃいけない。やはりみんなにはもっと積極的にね、声かけあって、はい、明日は何をしようか、自分は俺ここするから明日はじゃああなたはこれしようねとか、まだみんな消極的な部分があるからもっともっとね、積極的にやってほしいなと。でそれを、うまく回るようになれば多分すごいチームができる。私が、一応料理長という形でいる以上はやりやすい環境を作っていくから、とにかくみんな頑張ろう。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、その A 型事業所というのが一般就労に向けた訓練所みたいな形なので、最終的にはもうクルーさんだけでやってもらえるような厨房にはしたいんですけど、まだそこには到達はできてない。やはり、そのお金を稼ぐという厳しさっていうのも一般就労の目線で教えていかなきゃいけないし、働かせていただいてるっていう気持ちは忘れてほしくないから、それは私が今まで経験した部分は伝えていこうという部分では厳しくはしています。仕事で難しいなと思うところはね、私は結構ありますね。皆さんよりちょっと入社が入って1年半なんですね。だからちょっと何をするのかっていうのもまだ把握できてないので、いろんなところを行動できるようにしていきたいなっていう思いは結構あります、やっぱり一人一人わがままもあるし愚痴もあるし、落ち込みもあるし、泣いたり笑ったり、その辺は基本何も変わらないですよね。可愛いですね。お願いします。半分はですけど、やっといた方がいいかな。大丈夫ですかね。大丈夫です。お弁当、お弁当注文が来てるわけ。予約って、はい、電話で、それを作ってお届けまでします。出勤報告して、それから行かれて、また夕方戻ってきたら彼は手伝ってくれたりするんで、かなりの洗い場のプロですね。もうピッカピカにします。菊池さんは今日こっち、向こう、一緒一緒に、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ行ってまいります。はい、行ってらっしゃい。はい、こんにちは。土井さんです。土井さん長いんですよね。長いですね。ここに来て、クルーだった時代は2年間あって、もう9年目で、2年目で障害者手帳を返上させていただいて、一般のスタッフになりましたの で、 そうですか。今からサービス管理責任者を目指します。ぜひ食べに来てください。11時半には笑顔でオープンします。そしてお弁当から帰ってきた店長です。店長、店長です。店長、配達に来てた。配達に来てました。暑い中、はい、全部自転車です。
フラフラなりながら店長は何年目でした？まあ、3年ぐらいですかね、合わせて。3年ぐらい、はい。どうですか、そのスタッフさんたち結構元気に働きますか？はい、もうその元気を逆にもらってるみたいな感じですね、店長が。はい、もうみんなの、ね、みんな配達が入ってた。配達後だからですね。こんなタイミングで話してます。はい。いえいえ、もう。まあでもみんなからまあ、ね、その疲れもすぐ癒してもらえるんで。はい。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。プランターに向こうに植えてるので、さっき取ってきました。
私は北の農園は自然派のビュッフェレストランでお弁当ご飯でのご用意可能なテラス席もご用意しております。テレビに出るんですか？はい、そうですね。それで練習させていただく練習を、はい、緊張してます。緊張しております。頑張らないといけない。そんなにうまく上手じゃないので。そうですね、6年目になります。最初は入社した時に洗い場に入るつもりだったんですけど、最初らへんあたりは、はい、洗い場でしたけども、もう急遽ホールの方に入ってで、ここからは食器とかを落としたりとかいろいろありましたけどね。なんか思い出すと懐かしいような気がします。もう最初はもうなんか何左とか右とかも分からなくて、もう失敗ばかりでしたけども、先輩のフォローとか相談してくれたりとかして、はい、今は成長できております。はい、ここが、はい、どんな風になっていったらいいとか、なんか夢とかありますか？夢、そうですね、夢とかないんですけども、なんか続いてくれたらいいなって思いますね。僕がなんかうちはその一般就労を目指そうと思っている障害者の子たちなので、ここで仕事を覚えて、うん、ようやく一人前で、うん、戦力にとなるとなんか一般就労に行ってしまったりするんで、ですが卒業というのは非常に、嬉しいことなんだけれども、またそこでこことしてはね、寂しくも嬉しくもあり寂しくもありで、まあ、基本的に私の中の目標はやっぱりそういったその働きたい、働く意欲がある、でも働く場所がというような、やっぱり障害者っていうのはまだまだたくさんいると思うので、そういった場をとにかく提供していくというのが私のやっぱり今の目標で、まあ、具体的には今31名の子が働いてくれてますけど、まあ、100名の雇用を作りたいなというのが当面の私の、目標なんですけど、すごくキラキラ目が輝いてる、そこで私も教えがいがあるなという部分で、まあ、みんなとは楽しくやってます。やはりですね、今までできてなかったことができた時になんかうるってするぐらい嬉しくなりますね。そうですね、なんか本当初心に帰ると言いますか、本当にあったかいですね、この厨房は。それはもちろん一般就労に出てほしいなという思いはありますけども、もちろん寂しくはなるんですけどもね、どっちが勝つかですよね。やっぱ将来居酒屋をやりたいとかいう子もいるから、まあ本当、ね、少しでも僕の技術が役に立てばと思っては期待はしてますけどね。そうですね、彼が一番うるさいんですけどね。うるさい、この子が一番口から生まれたような子なんで、よく喋るんですけど、もうやっぱこのさっき集まった4人がもうメインで回していくような期待はしてますけどね。始めた頃はこの子たちで大丈夫なんだろうという思いで正直始めました。だけどもう今はね、一人一人得意な分野をね伸ばして、全体としてこのレストランがきちっと回る、うん、そしてお客様に喜んでいただける店になるというふうになっているので、本当に彼ら彼女らの、進歩というのが成長というのも目を見張るものがあって、だからやっぱりこういったところで働く我々、まあ、スタッフは一生懸命仕事をしようとする子たちと一緒に働ける喜びもあるし、そういった子たちが成長していく姿も、間近で見ることができる、まあ、そういったことに精神的な喜びが得られる、まあ、だから続けていただく、まあ、そういったことです。